ちょっと気負ってしまってるようですね。でちょっとなかなか緊張して実力が出てない。でもね、あの緊張したら本当は手が出ないんですね。だからこう手が出るというのはすごくね、私として見てはすごいことだなと思って見てるんですね。だから実際ぜひね一枚撮ってください。乙女の姿しばしとどめん、角戸田に出会わいぶきの刺しもぐさ。今のもですね、お互いに相手の方にある、かで始まる角戸田というのと笠詐欺っていうのがあったんですよ。お互い取りに行ったんですけど、名人がキリギリス名古屋市の世の三節のに早いですね、今の本当にキリギリスという傾く巡り合いて西やそれと若沼に続けてから、ね、まあ、こうやってカラフラが続けると思ったんですね。今のも早いですね。名人もしっかり狙ってたはずなんですけどね、今のは素晴らしかった。特に自陣が得意なようですね。はい、高校生が最後取ってこれで終了したいと思います。試合は豊富に経験してあると思いますが、神社での奉納は珍しいと思います。実際に競技されていかがでしたか？感想をお聞かせください。はい、今日はありがとうございました。このような、まず高いところでやるのがあまり経験がなくて、そういう意味ではとても新鮮だったのと、あとはこういった場所でやらせていただけるっていうことは本当に意義があるなっていうふうに感じました。ありがとうございます。それでは黒岩さん、名人と対戦してみていかがでしたか？はい。緊張して、練習や性格も、手札を着地して、すべてを見ました。ありがとうございます。同じく、立花さん、名人と対戦した感想を聞かせください。ありがとうございました、まあ、総括と感想ということですけれど、本当にあの先ほども申しましたけれど、朝倉の地にもですね、本当に若いあの、まあ、彼らにとっても若い力がどんどん増えてきておりますし、今年もですね、昨年以上にですね、皆さんにもお集まりいただいて、本当にあの彼らのですね、朝倉にもどんどん根付いてきているなと感じております。これからもですね、あの猿田会並びにこの、朝倉市のですね、判定を記念しております。どうぞ、本日はどうもありがとうございました。本当に皆様ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。Thank you.